同僚の結婚式でのこと。同僚はハーフで、お父さんがイタリアの人。同僚と似ている渋いおじさんで、式の間や披露宴もとても眼福だった。そんな渋い同僚父は、式のラスト、花嫁の手紙のところで、感極まって、花嫁さんの父を差し置いて泣き出した。目を真っ赤にして、花嫁ちゃん、素敵な女の子だ。こんな子が、うちの息子の奥さんに。と感激で泣く同僚父。同僚父の肩に手をかけ、ハンカチを貸して、あんたに泣かれちゃ、俺が泣けないじゃないですか。とにまにま笑ってる花嫁父。逆だよ、逆。って感動の場面なのに、思わずみんな笑いそうになってしまった。この二人は、式の後にも、ロビーでバシバシ背中を叩き合って、仲良くしていて大変和んだ。